船戸の追っ手の姿も見えない。このまま行けば霧隠れまで無事戻れそうだな。いや、船わしの純白の。オルト、大変、すぐ船長室に来て。船長がやられたって。大気船長、死だ。落ち着いて、オルト。今朝俺が見つけた即死だったようだ。凶器はおそらく大重量の武器だね。大重量。あのデカブツはどこにいる。両方、そういえばまだここにいたんですよ、巨峰。お前今何隠しやがった。見せろ。なんだこれは。おい、まさかてめえが船長。違う、そんなもん知らない。やったと決まったわけじゃない。だったらその血はなんだよ。てめえ何のつもりだ。ってことですのよ、単細胞。巨峰は暴走した影響で昨夜はぐっすり眠っていた。これ以上さえずるなら、この縫い針の餌食になってもらいますわよ。上等だぜ。やめろ、言わねえ。ヘビイチゴも止めるなら煽ってんじゃないよ。騒がしいかったな。いや、俺はこいつを疑うとか別の犯人を探すとかじゃなくて、関係ねえ大気船長を巻き込んじまったことが申し訳なくて。他のみんなはツーマンセルで捜索を。船内を隅々まで探してみたけど、怪しい影はどこにもなし。邪魔するぜ。抗議。残念だが、そいつに不利な目撃証言が出た。おい、でかいの、その覆面を取ってくれねえか。ゆうべ、そのでかいのが船長室に歩いていくのをトイレに起きたこいつが見たら。やっぱり船取れんじゃないか。どうだ、取れるのか、取れねえのか。いや元仲間でも知らないのか、こいつの覆面の下を。確かに見たことはないね。じゃあやっぱり、おい、やだ、ひっぺかしちまえよ。おい、待って、強報。大勢やっぱりてめえなのか。手間かけさせやがって。これで事件も片がつく。やめろ。おい、どうなったんだあいつ。ケレがついたぜ。巨峰の遺体はそのまま戦争に安置してある。みんなもできるだけ休んでくれ。了解。何もかもうまくいったようだな。人の体の中にずっと入ってると窮屈でいけ。このデクノボンが寝ぼけてる隙に盗んだ忍び刀を凶器にして正解だったぜ。あとは隙をついて一人一人こいつの体でぶち殺せば、荒海様もお喜びになるだろうよ。かまい。とうとう尻尾を出しやがったな。まんまと罠にかかったみてえだな、船戸野郎。カワキに提案された。そのまま落ち着いて聞け。これは潜んでいる敵をあぶり出すための芝居だ。こいつには死んだふりをしてもらう。島民たちに事件の情報が伝わるのが早すぎた。それにあの嘘の目撃証言は余計だったな。ライトン。私の長刀ヌイバリはその名の通りあらゆるものを突く術で液体になったから、だからそのものを縛る糸からは逃れられない。話してもらうぜ、船戸の情報をよ。任せなよ。待て、ならば死ぬ気ですか。ねえ、だから自爆なんてことを。船戸の奴ら、一族のためならここまでするってのかよ。